モンちゃんです。殺意流です。真の像止めてくれ。はい、殺意流の、基本的な戦い方なんですが、そうですね、火力がすごい高いキャラなので、どんなに体力リードされててもいくらでも逆転の要素を秘めているキャラだと思います。主に立ち回りですが、移動速度がすごい速いので自分から積極的に技を当てられますね。そこでメインになるのがこの中キック。中キックから波動拳を入れ込むことによって、ガードされててもここで連続ガードになっているので、相手は何をしても暴れられないんですよね。その技で割り込むことができないので、非常に有効な選択肢であると思います。で、変更点として旋舞脚、前中継ですね、これが今までは低姿勢の技にスカる技だったんですけど、今回の調整でどのタイミングでも当たる感じになってますね。ここから、EX タズマキを入れ込むことによって、火力が出るようになりました。今回の殺意竜というキャラなんですけども、先ほど触れなかったんですが、体力が50アップして、現在950の体力になってます。まあ、この50アップっていうのは数字で見るよりも、いざ自分でやってみるとすごい分かる大きなプラス要素なので、それは自分で使ってみて、実感してみてください。それとですね、旋舞脚が、しゃがみのキャラ、低姿勢の技にも当たるようになったので、そこでリターン勝ちしやすい技になりましたので、使っていきやすい技になったかなと思います。